これがホテルの外観です。360度。ぐるーっと回ってますよ。まあなんかちっちゃな商店がたくさんありますね。商店街です。こんにちは、ひろじです。 F1 つれづれ日記、木金土と3日間のイギリスグランプリの模様をお伝えしたいと思います。ですね、実はですね、ホテルの1階の、パブというかレストランに来てるんですけれど、さすがに今日は土曜日ということでめちゃくちゃうるさいです。一応ね、外はもうなんか規定で夜10時ぐらいから外で飲むのは禁止みたいですね。なんかすごいセキュリティもすごくて、やはりね、近隣の人たちに迷惑がかからないようにしてるんだと思います。ですね、本当はね、皆さんと一緒にね、みんな普通の人、他の人たちと一緒にビールでも飲みたいんですが、外で飲むのはもう禁止なので、残念ながらシラフでお届けしたいと思います。今日はもう土曜日の夜なんですが、今日土曜日はね、お天気もあまり芳しくなくて、午前中はね、霧雨が降ってました。少し静かになりましたかね。皆さんね、いいですね。毎週土曜日はね、こういうところでパブでね、どんちゃんどんちゃん騒いでるんでしょうね。今日はちなみにね、いつもだったら10時半ぐらいに終わるらしいんですけど、今日は1時ぐらいまでやるということでですね、まあ今日はっていうかね、毎週土曜日は1時ぐらいまでやってるんでしょうね。まあそんな中でね、つれづれ日記お届けしたいと思います。まずははい、これが F1 パドックのエントランスですね。イギリスグランプリらしく緑の芝生っぽい、まあね、本当は人工芝なんですけど、まあ緑色でね、まあいかにもイギリスグランプリっていうようなね、まあ、雰囲気が出てますよね、やっぱ緑だとね。はい、そこに歩いているのは、これね、犬を連れたおじさん。パドックの中でもね、これちゃんとイギリスらしいですね。犬を連れてもこう、パドックなんか入れるんだ、なんて、まあ思っていたらですね、実はこの犬、これですね、このワンワン、爆弾の探知犬ですね。こうね、ずーっといつもいつもパドック内を、これ一匹だけじゃなくてね、何匹かいるんですけど、巡回してます。朝早くね、メディアセンターとかね、僕らのフォトグラファーズルームにも入って、クン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 してますね。巡回してます。はい、これがパドックの中の憩いの場、ハイネケンビールのブースです。これね、もうここでビールを振る舞っていただいてるんですが、私は残念ながら、まあ、勤務中なので飲んだことはありません。いいですね。で、こっちのね、反対側が実は大きなテレビモニターがあって、まあパブリックじゃないけど、まあビューイングエリアになって、はい、もう一つ、飾ってあったのが、これはボンネビルのマシンです。最高速を出すためのやつですね。本物ではないです。ドン柄で側だけ、まあ格好模型ですね。これが我々の朝ごはん、毎日、メディアセンター
の中でいただいております。フリーイングリッシュブレックファーストということみたいですね。フルらしいですね。これがまあこれ毎日なんですよね。必ずみんなこれ食べてますよね。これで例えば豆いらないとか卵はいらないとか、そういうソーセージだけとか、そういう人がたくさん。シート合わせというかね、シートポジションのチェックしてますね。この両側のメカニック、特に右側の人、なんかね、このヒットアシストをこう被るのがどうもお気に召したらしく、こっちの人は笑っています。この状態でずーっといました。こんな感じです。どうもお気に入りみたいですね。前から見るともしかするとこれ黒いから、髪に見えるのかもしれないね。ちなみにね、この人生えてますから、ちょうどカツラの状態なのかもしれない。一度前から見たかったですね。だからこっちの人は笑ってんのは多分こうカツラに見えたんじゃないですかね。はい。で、木曜日にメインストレートであったこれスカイテレビのイベントですね。ガスリー選手がクリケットやって、フェルスタッペン選手もクリケットでやったんですけど、結局ガスリー選手だけがちゃんと打ち返すことができたと。で、金曜日はガスリー選手よ、練習走行は1位でしたからね。多分これの効果があったのかもしれない。そのガスリー選手の車。まあ、というか、まあ、ガスリー選手じゃなくて、ね、レッドブルーの車全部ね、今回007ついてますね。ちなみにね、これ、ちゃんと縦位置で撮ってるんで、携帯用カビ紙、ご期待ください。007じゃなくて003。これね、ここの、モニター、このフェルスタッペン選手のところにあるモニターのところは0033か。ガスリー選手は0010。なんか電話番号みたいですね。少しちょっとモディファイがありました。さあ今回も来てました。マックス・ライオン。応援団というかね、この人一人なんですよね。ずっと一人なんですよ。なぜか一人。すごいですよね。とぼとぼ歩いて帰ってきました。一人で。この後、頑張ってます。こんなこんなでですね、パドックの風景でした。まあ、イギリスグランプリね、もう伝統あるグランプリで、ハート・オブ・モータースポーツ。自分たちでね、自負してるぐらいですからね、いろんな意味で、お客さんもそうだし、その関係者、オフィシャルとかもそうだし、やはり本当に理解してるっていう気がすごくしますよね。例えば、走行中でも、まあ、今日も予選あったんですけど、予選中でも、まあ、予選でもちろんね、ルイス・ハミルトンがいいタイム出すと、わーってこうね、盛り上がるし、それはまあ当たり前のことだと思うんですけど、でも他の選手にもちゃんと拍手をすごいするし、なんかね、他のグランプリとは少し変わってる、なんていうんですか、の観客というか見方、なんかこう、モーターレースの見方が少し違うなっていう気がしました。今日、予選なんか見てて特に。今まで僕らカメラマンっていうのはもうね、いつもコースサイド、本当にコースサイドでガードレールの横からその対象物となる車だけを撮ってたりすることが多かったんですけど、まああまりね、正直なところそればっかり撮ってても本当に面白くないし、雰囲気が伝えられないじゃないですか。だからもう少しね、一歩引いて、まあ引いてって言うとおかしいけど、まあお客さん目線で、お客さんのところからちょっとね、お客さんよりもっと後ろですけどね、お客さんより後ろから少しトライしてみようと思って、金曜日の朝のセッションとですね、土曜日の予選を少しそれでトライしてみました。はい、こういうところですね。これ最終コーナーというかメインストリートですね。最終コーナーから立ち上がったメインストリートね、実はこの場所からもうこういう場所からお客さんの後ろになって写真を撮ると、まあ、ちょっとねトライしてみました。まあ、場所は違うんですが、まあ、こんな感じでのとこから撮りましたっていう写真がこれですね。ユニオンジャックにルイス・ハミルトン、ちっちゃい見えるかな、ユニオンジャックにルイス・ハミルトン、これ写真撮ってみました。あとは、はい、これ誰だろう、33番、マックス・フェルスタッペン選手、ね、こういう写真ですね。全部ね、スローシャッター切るんですけど、まあ、何回かね、トライして、まあ、綺麗に撮れた1枚かな。流し撮りってね、もう何回もトライするしか方法ないんですよね。だから、何回かトライして、活かせるものは本当に何枚かなんですよね。まあ、このあたりは、
別所ショットでね、またお伝えしたいと思いますが、土曜日の朝、ね、小雨降る中、ちょっとね、初めての場所に行ってみました。ここです。ここです。こういう場所です。まさにここから構えて撮りました。この方向で。一体どういうのが撮れるんでしょうか。まあこれもね、流し撮りの、まあ、マジック。せーの、よいしょ。あ、これでごめんなさい。そう、この画角。この画角からの写真です。これが、ドン。こうなるんですね。別に何をしたわけでもない。ただ、カメラを振っただけっていう。その行為をしただけで、こんなに綺麗に撮れると。まあね、この辺はまた、別のショットで詳しくお話しします。コースサイドってね、イギリス、まあ、シルバーストーンのコースサイドって面白いんですよね。ここにガードレールがあるんですけれど、ガードレールの杭は全部木です。なぜだかわかんないですけど、木なんですね。ずっと木ですね。鉄は一切使われてません。まあ、ここにね、レンガ作りのこれ何なんでしょうね。なんかまあ物置だと思うんですけど、こういうのは歴史を感じさせますよね。イギリスグランプリのね、シルバーストーンはどうしてもやっぱりね、カメラマン的には、もう皆さん口を揃えて言うんですけど、一番厳しいコースというところでね、まあ走ってる人はね、楽しいのかもしれないけど、カメラマン的にはとってもストレスのたまるコースの、まあ一つというか、まあ代表ですね。ですがね、なんかね、一歩下がってね、いつもコース沿いにいるんですけど、一歩下がって見てみると、なんかこう、結構面白い、まあ写真撮る以外にね、面白いなーって感じがします。こういう感じでね、皆さんね、なんかのんびり見てるんですよね。もちろんね、人気のコーナーとか、まあそういうところはね、人がたくさんいてね、こんなのんびりとはできませんけど、でもね、これ、予選中ですからね、こういう風にのんびり、本当になんか不思議な風景ですけどね。これが、まあ、イギリスグランプリシルバーストーンの僕は風景かな、風景の一つかなって思います。こういう楽しみ方もありますからね。もし機会があったらイギリスグランプリもね、もし見てみるのも、見てみるって来てみるのもいいかもしれないと今日思いました。今日はこの辺りで、明日決勝になります。明日はね、少し天気も土曜日よりは良さげなので、またレースもね、盛り上がるでしょうしね。特に1位がボッタス選手、4位5位が、レッドブル勢、何かまたねあるかもしれないし、まあこのまま面白くないレースで終わることはないんじゃないかなって期待しながら、明日楽しみにしたいと思います。それでは。